はい、皆さんこんにちは、エイトラベルです。今回はですね、早速やっていきたいと思うんですけども、これどうですか？めっちゃかっちょよくないですか？そうなんです。今回はいろいろな道をですね、除雪していこうかなと思います。完璧な天気でしょ。この除雪してと言わんばかりのね、道にやってきましたよ。さらにこの天気ねですね。これあれですね、除雪もするし、後ろで雪を溶かす融雪剤をね、散布する装置もついとる感じですね。まあ走る分にはね、別に雪が動いていくわけはないんやろうけど、まあイメージですね、イメージ、非常にいいですね。よし、じゃあ早速ですね、これまた愛媛のまあ隠し道的なとこなんですけどね、そこをやっていきたいと思います。じゃあ出発していきましょう。さあ早速除雪行きます。車自体はちっこいですからね、本当はね、こうやってハザード耐えて走りたいんですけど、うるさいもんな。うわ、ぽいなこれ。除雪してるっぽい。超迷惑なやつ。これ今ゲームの中の時間ですけど、19時の半ですね。なので夜の7時半なんですけども、雰囲気出てますね。もうこれトラックみんなチェーンはめてるな、すごい偉い。ちょっと。ここで一回後ろの詰まった車をどいてもらって U ターンして、だいぶ溜まってんな。これすごいな、ほんとみんなチェーンしてますね、これトレーラー。
芸が細かいな。めっちゃ詰まってるわ。前にこんなね遅い車が入るの嫌やからって入れてくれないイメージありますよね。でも全然ダメやろ。よし、民家の前の除雪やっていきますよ。お得意の。失礼します。イメージ的にはあまりね四国ってこんな降るようなイメージないんですけど、なんでこれトラック止まってんのやろ。トラック止まってるん、これ結構きついな。あらら、いけた。あ、これちょっと一回まっすぐ行ってみますね。今暗いんで多分鳥居がライトアップしとるんですよ。ちょっと見に行きましょうか。あれ？あ、見えてきましたよ鳥。綺麗でしょ。綺麗なんですよね。もしこの先はもうあんまり人も行かんやろうから、ここで U ターンしますね。鳥居の前までやっと行って、からがメインなんですよね。いっぱい雪が積もってるんで、これを左ですね。
そう。え？あらら。どここれ？お？あ、回転してたわ。お。ダメだこりゃー。